You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、バックパックのお話なんですね。で、結構前、いつぐらいだろうな、半年前、1年までいかないぐらい前かなに、僕ね、バックパックを1個紹介してるんですよね。それはですね、インケースのシティコンパクトバックパックっていうアイテムなんですけども、まあ僕それがとっても気に入ってまして、まあ特にね、肩の部分とか、あのフィット感、あとはまあ荷物ポン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 入れられるシンプルさとかね、その辺がすごく好きで、ずーっとそれを使ってたんですけども、まあそいつがちょっとね、あのファスナーの部分が壊れてしまって、もう4年もね、使ってたので、あのまあまあしゃあないかなということで、新しいね、バックパックを買い替えようと思ってたんですけども、やっぱりですね、こうインケースのあのフィット感、全体のフィット感っていうのが忘れられなくて、いろいろね、見に来はしたんですけども、まあ、やっぱね、なんだかんだインケースかなっていう気持ちがね、ずっとありました。で、まあそのタイミングで、まあ僕からお声掛けさせてもらったんですけども、インケースのね、代理店の、ストリームスジャパンさんから、まあこっちのね、インケースの別のバックパックちょっと使ってみませんかとご提案いただいたので、よし、じゃあ使ってみようということで、今回使ってみたんですけども、まあ、いいね。まあ、めちゃくちゃいい。ちょっとご紹介したいと思います。こちら、インケースアイコンパック。これね、1、2とありまして、2のモデルですね。ちょっと変更点はよくわからないんですけども、2っていう形になっています。早速今回、こちら、ご紹介させてください。行ってみましょう。ケイスケの動画。改めまして今回ご紹介するのがこちらの、インケースアイコンパックっていうバックパックでございます。で、インケースのね、バックパックで言うと、この前まで持っていたシティコンパクトバックパックがね、一番有名というか人気ではあるんですけども、どっちかというとね、インケースのその象徴的一番まあ推しのね、アイテムで言うとこっちのね、アイコンなんですよね。で、シティコンパクトはすごくシンプルで、いろんなものをポン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 入れて、あんまりコンパートメントも多くなくてね、自由に使えるっていうイメージなんですけども、こっちはね、整頓が好きな人用のバックパックっていう印象です。まあ大きく分けるとですけどね。で、やっぱりインケースで共通してるのが、ここのショルダーストラップの部分、もうここがね、やっぱめちゃくちゃ良くて、こう背負うんですけども、やっぱりね、ここのね、肩に当たる部分がすごくね、分厚めに作られてるのと、あとやっぱりね、ここのクッション性がすごく良くて、なんだろう、結構ボン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 荷物を入れてもあんまり重く感じないんですよね。背中のフィット感とかもいいので。で、このですね、アイコンパックどのぐらい入るのって話なんですけども、サイズは高さ 48cm、横が 33cm、 ここはね、こっちの深さが 23cm となっています。重さが 1.2kg で、容量はちょっと書いてないんですけども、使った感覚で言うと結構入っていて、またね、前のね、コンパクトシティバックパックと比較になるんですけども、それと比較しても5リットルくらいプラスで入るんじゃないかなっていう感覚ではあります。で、まあ見た目からしてね、結構こう整った形で、インケースのね、このシティコンパクトバックパックよりも結構形が、この部分の骨組みがしっかりしていて、形がね、しっかりと自立するようになっています。ちょっとね、コンパートメントの部分とかも、見ていきましょう。そっちにつきましょう。しょ、はい、こっちのところにやってまいりました。まあ大きいですよね、このバックパックで。細かいね、コンパートメント、要するにポケットの部分をご紹介していきたいんですけども、まあメインをご紹介しましょうか。まずメインはですね、ここですね。ここにチャックがあるんですけども、ビュッと、よいしょ、下の方まで開けれて、バカッと開く、ここはメインコンパートメントになります。ここですね、結構いろんなものをね、入れられるようになってまして、まあこうパカッと開くといっぱい、こういう風にポケットがあるんですけども、まあ、僕ね、ここに iPad とか入れたりしています。で、ここはね、結構多分これ iPad mini かなと iPad、 あとチャックがね、一応ついてまして、ここに書類とか入れられるようになっています。こんな感じです。こうこうこうという風になってます。で、バカッとね、一応ここまでチャックが開くようになっているので、下のものまで手が届きやすいんですけど、ここもね、しっかりとマチが取られていて、こういう α7-3 とかカメラもこうスポットこういう風に入るようになっています。結構余裕ありますね、まだ。で、僕は結構ここにカメラとか、あとジンバルとかもね、ここに突っ込んじゃったりしますね。はい、で、別のポケットを見ていくと、結構ね、まだまだポケットがありまして、まあ前面のね、ここのポケットだったりとか、ここもね、ガバッと開くようになっていたり、ここも小物があったりとか、あとはですね、背面のここにポケットがあったりとか、ここのね、サイドのここの部分にもポケットがあったりします。まあ、コンパートメントってやつですね。で、次どこから見ていこう。まあ、背面の方からいきますか。ケイスケの動画。
あ、そうそう、ちょっとコンパートメントの話じゃないんですけど、ここの背面の部分クッションがね、インケースのシティコンパクトとはちょっと違って、あっちのねインケースの方はメッシュの素材だったんですけども、こっちはね結構サラサラした素材になってます。これ何素材って言うんだろう。でですね、僕はねこっちの方が好きなんですよね。シティコンパクトの方はここがねメッシュの素材になっていて、ちょっとチクチクするんですよね。で服とかコートとか着てるとそこが毛玉になったりするので、こういうねサラサラのやつの方が、まあ、毛玉になりにくいっていうのもそうですし、あとはねクッション性もシンプルにここのねクッション性とかすごく良くなってるので、僕はねすごくこっちのクッションは好きです。で余談はその辺にして、ここのね背面のポケットですけども、パソコンをね入れるコンパートメントは実はここにありまして、ここにね僕は16インチの MacBook Pro 入れてます。でやっぱインケースのいいところってここのクッション性なんですよね。クッション性っていうか肝、裏肝、このね PC を入れるところにちゃんとねこうわかるかな、ふわふわモフモフがついてまして、これがあるのであの PC をねケースに入れずそのまま入れても全然問題ないんですよ。でやっぱね他のバックパックとかだとこの辺が全然ねあの対処されてないというか、あの普通のねケースになってて結構薄かったりするので、別のケースに入れてから収納しないとちょっと怖かったりするんですけども、インケースのねバックパックはこの辺がしっかりしてるのでそのままぶち込んじゃっても全然平気ですね。僕はここがすごく気に入ってます。一応ね逆側ここにもよいしょケースがありまして、ここもね多分 iPad mini ぐらいなら入るぐらいのスペースがねありますね。 iPad Pro これ11インチなんですけど、だとちょっとはみ出るかなっていうぐらいのサイズ感です。はい、はい、まだありますよコンパートメントで、ここのね小物の入れのコンパートメント、ここもねすごく気に入ってます。ここには財布とかね名刺入れとかそういうのを入れたりしてるんですけども、結構ねインケースのバックパックってこの辺のね、小物入れがすごくね広めに取られてるので、ポン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 物を入れるんですよね。例えばペンとかも入れたりしてますし、さっきも言った通り財布、こういうね名刺入れとかそういうのもポンポン入れられちゃいます。でここにもこういうね裏起毛的なのがついてまして、まあいろんなガジェットとか入れても全然問題ないよと。 SSD とかたまに入れたりしてますけども、それもね全然問題ないですね。であとまだありますよ。はい、ここの、なんだろう、薄待ちのねポケットなんですけども、少し薄めに作られてる、コンパートメントがあります。でですねここの部分はまあ、わざわざポーチとかを買わなくてもこれねペンを入れられたりとか、モバイルバッテリー入れたりとか、そういうねポッケがついていたり、まあ、ここもねそこそこの待ちがあるので、こういうね分厚めの手帳とかモバイルバッテリーとかね、そういうのポンポンと入れられたりしますと。であとなぜかここにもポッケがついてまして、まあここには僕もう一個モバイルバッテリー入れたりしてますね。あとはまあ多分鍵とかかな、こういうね、チェーンもついてるので、これはね取り外しできたり、よいしょよいしょ、こんな感じでね、はい、取り外しできたりします。でまだあれだ、ここね、この薄待ちの部分ですね。ここは一応見えるかな、ここの部分にちょっとだけなんか物を入れるポッケがあります。ありますね。でこの部分は結構薄待ちなので、こういうコードとか、まあそういうものを僕は結構入れたりしていますね。あんまりこうボン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 って詰め込んで持ち歩くことはないので、MacBook と MacBook のね電源コードとかもここに直接入れちゃったりしてます。ポーチとかね使わず入れちゃったりしてますね。で最後行きましょうか、ここのね、サイドのポケットです。でここもね実はこういう風に開くようになってまして、片方がね黒いバージョンで、もう片方がよいしょ開くと中がね、こういう緑の色になっています。でこことかにはモバイルバッテリーとか、iPhone とかねそういうのを入れたりされるんですけども、このね緑の方にここにねなんかちょっとあるの分かるんですけども、ここねこういう風に貫通する穴がついてます。でここからケーブルを通して、例えばモバイルバッテリー入れといて充電するとか、まあ、有線のイヤホンつないでね、音楽聴くとかね、そういうこともできます。はい、全体のコンパートメントこんな感じでしょうか。あっちに戻りましょう。ケイスケの動画。はい、で、全体のコンパートメントをご紹介させていただきました。で、いろんなね、まあ正直コンパートメント、いわゆるポケットがあったと思うんですけども、まあ、このね、ちょっとね先ほどと重複するかもしれないんですけども、このねアイコンパックは、コンパクトシティ、シティコンパクトバックパックと比べると結構ね整理整頓して使うバックパックになっています。なのでですね、まあガジェット、いわゆるパソコンとか、カメラとかね持ち運ぶ人がポーチをね使わなくても、一応ねいろんなガジェットをこうポン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 と、整理整頓しながら入れられるよっていうバッグになっています。まあとはいえね、あの僕もポン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 詰め込んじゃうので、そんなにここのね
ポケットを有効活用できてるかって言われるとそうじゃないんですけども、まあそれでもね、やっぱりこう、なんだろう、しっかり感、この骨組みのしっかり感とか、あとはね、やっぱりこのインケースの、ショルダーの部分、あとは背中の部分も好きですし、PC ケースのね、しっかりさとか、その辺もすごく気に入っています。そんな感じでしょうか。まあ最初から言ってるんですけども、やっぱりね、このね、このショルダーの部分です。もう大好き、ここが大好きです。ここが大好きで、で一応ね、アイコンパックはこのね、キュッと締められるようになってるので、まあどうしてもこう急がなきゃいけない時にこう走って横に揺れないようになったりとかもするので、まあこういうね、機能面もバッチリです。僕はもう普段使いはもうほぼインケースっていう決めてるので、またね、今後いいバックパックが出てきたら普段使いにそっちを使う可能性もゼロじゃないですけども、今のところね、このインケースよりね、いいバックパックっていうのがあんまりこうね、僕の中では見えていないので、ぜひね、普段使いのバックパックなんか一個欲しいなって思ってらっしゃる方は、まあ安いバックパックではないですが、かなりね、長く使えるものなので、ぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。ということで今回は、このインケースのアイコンパックのご紹介でございました。普段使いのね、バックパックは結構ね、悩まれる方多いと思いますので、ぜひ気になる方は、概要欄の方にサイトの方も載せてますので、チェックしてみてください。今回の動画はここまでとなります。今回の動画がいいと思ってくれた方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram 等やっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。